建物外観地図、秋葉カルチャーズゾーンは東京、秋葉原にある商業ビル。所在地は東京都千代田区外館台1丁目7-6。かつてラオックスのザ・コンピュータ館が入居していた建物を改装し、2011年7月1日に開業。建物は地上6階、地下2階だけで、開業時点では1.2階部分に、 秋葉原ラジオ会館から移転してきた K ブックスが入居するのみであったが、同年9月15日に海洋堂のワンフェイスカフェが地下1階に一部開業した。その後は3階から5階についても同年10月28日に開業、さらに6階も同年12月23日に開業することで全面開業となった。以下、閉店順に列挙秋葉カルチャーズゾーンのある土地。 建物は、かつては、上尾記念病院と、その関連会社が所有していた、三上ビルが存在していた。しかし、戦術のようにラオックスのザ・コンピュータ館が開業するに伴い現在のビルに建て替えられた。しかし、ラオックスの経営不振により同館は2007年9月20日に、閉店、地下にあった他の店舗も、翌2008年3月までにすべて撤退した。しかし、 その後も2009年に周囲をフェンスで囲った以外に目立った動きは見られず、看板とそのまま空き家の状態で長らく放置されていた。2010年に近隣にある秋葉原ラジオ会館の老朽化に伴う改築が決定すると同会館に入居していた K ブックスがザコンピュータや片後に一時移転することとなり、2011年5月より改装工事に着手。 2011年7月1日に、秋葉カルチャーズゾーンとして開業した。ザコン跡地に、カルチャーズゾーンをオープン、同人種などを扱う、K ブックスが入居。秋葉 PC ホットライン、インプレスウォッチ、2011年7月2日閲覧。秋葉原バックステ、ジパス、2011年12月20日閲覧。らしいんばん、ラシーン版秋葉原店。 新館2014年8月13日オープン。4月28日秋葉原店新館が、秋葉カルチャーズゾーン1階にもフロア拡大オープン。アニメート秋葉カルチャーズゾーン10月グランドオープン。アニメート秋葉カルチャーズゾーン店舗統合のお知らせ、ザコン閉店へ、電脳街の象徴も17年目で、陥落8月に土地と建物を売却予定、17年の歴史に巻く。 秋葉 PC ホットラインインプレスウォッチ2011年7月2日閲覧。レイックスザコンピュータ館が17年の歴史に幕、拍手で見送り、電脳外の症状が閉店、約100人が集まる。秋葉 PC ホットラインインプレスウォッチ2011年7月2日閲覧。ザコンの残り日、寿司吉が3月に移転。 秋葉 PC ホットライン、ジャンクブログ、インプレスウォッチ、2011年7月2日閲覧。ザコの跡地に新店舗がオープン。完成は6月末。秋葉総研、価格 .com。2011年7月2日閲覧。秋葉原ラジオ会館が一時閉館へ、ビル建て替えのため。秋葉 PC ホットライン、インプレスウォッチ、2011年7月2日閲覧。 ザコン跡地に建築計画、7月にも新店舗秋葉 PC ホットライン、インプレスウォッチ、2011年7月2日閲覧。いちご株式会社。いちごアニメーション株式会社の設立及び押し位守る、監督による、新作アニメーション制作のお知らせ。PR タイムズ、2019年12月8日閲覧。BNF 氏がまた、秋葉原のビルを170億円で購入。 ユカシーメディアエイブラハムグループホールディングズ2011年7月7日閲覧ありがとうございます